2011年3月8日、奇妙な女に話しかけられた投稿者。そして数日後、その女が告げた言葉の意味を理解する。時は経ち、2015年5月31日、投稿者の前に、再び女が現れる。当時の俺は高校2年の帰宅部だった。自宅から高校まで、片道20分を自転車で通学していた。その日も、活動していない自然科学部のゲームという名の部活動をスルーして帰宅していた。国道を沿いの道を自転車で帰ること10分くらい。自動車も人通りも少ない場所で、とある女がこちらに手を挙げていた。近づくと、すいません、という声が聞こえてきたので、俺は自転車の速度を緩めた。俺は、以前にもこの辺りで老人に道を聞かれることがあった。だから今回も道を聞かれたのだろうと思って、何の疑問も抱かず女の前で停車した。俺以外に周囲に人もいなかったしな。女性は20代後半くらいで、すごい美人だった。麦わら帽子と白いワンピースを着て、ちょっと聞きたいんですけど、と予想通り問いかけてきた。ジェリーボーイの俺はドキドキしていた。山はどっちですか？女はそう俺に聞いてきた。はて、山？あまりにも大雑把な質問すぎて、俺は少し混乱した。でも俺が通う高校の近くに、地元ではそれなりに名の知れた山があったので、そこのことだろうと思った。まるまる山のことでしたらあっちですけど、俺は困惑しつつも、女にそう教えてあげた。でもそのお姉さんは下をうつむいたまま、なんだか具合が悪そうだった。心配になって、大丈夫ですか？と俺が聞こうと口を開いたとき。早く、山に、とにかく早く。お姉さんは充血した目を見開いて唾を飛ばし、大声でわめき出した。突然のことに俺はあまりにも驚いて、なぜかすいません、と謝ってその場から逃げた。やばいやばい、とんでもない人と出会ってしまったと、俺の心臓はバクバクしていた。全速力で自転車を漕いで自宅に帰ったが、女の聞き迫る顔が頭から離れなかった。ちょっと頭が荒れな人と出会うのは初めてだったので、かなり印象に残っていた。翌日学校でその話をしても友人は誰も信じなかった。信じても可愛かったの？メアド交換したの？と頭の悪い質問ばかり。俺は次第に驚いたことも忘れて、放課後にはもうその話をしなくなった。そんでさあ、こっからが本題なんだけどさ、その女と出会ったの、2011年の3月8日なんだよね。結構前だな。女は自身予知能力者だったのか。日付見ればわかると思うけど、東日本大震災の数日前だったんだよね。そんで俺が教えた山ってのは、石巻にある日和山っていう山なんだ。震災の時には周辺の住民がそこに避難していた。俺の自宅は沿岸部から離れていたから、津波の被害はなかった。でも沿岸部は知っての通り、相当ひどい有様だったんだよね。車が4台積み重ねっていたり、そこらで死んだ魚の死体が悪臭を放っていた。あれは本当に地獄と呼んでも差し支えないと思ったよ。今思えば、あの女が未来人なのか狐なのかわからない。でも確かにあの日、俺に災害の危機を知らせていた。他人も俺自身も信じなかったけれども、女の言葉を信じて何か行動していれば、何かが変わっていたのかもとぼんやり思う。冷静に考えておかしいと思うだろ？その女、東北の3月なのにワンピースで腕や足を出していたんだぜ。俺はマフラーを巻いていたのに。不審には思ったけど、美人を前にして俺はそこを突っ込む勇気はなかった。今では俺は東京の大学に進学し、地元を離れて大学生をやってる。その俺がなぜこのタイミングでこんな話をしたかというとさ、また出会ったんだよね。変な女に。ついさっきの話。バイトを終えて一人暮らしのアパートに帰ろうと細い道を歩いているとさ、同い年くらいの女の子に声をかけられたんだよね。大学で女友達もいない俺はドキドキしていた。
すいませんって。他に誰もいないし俺のことだろうと思った。でもね、もうおかしいのよその子。最近暑いのに、防寒具を着込んでマフラー巻いてニット帽までしていた。寒がりかな?と俺は己を落ち着かせ、何ですか?と精一杯の紳士スマイルで対応した。ご出身はどちらですか?ストレートなナンパだろうかと思った。宮城です、と答える俺。帰らないんですか?と聞く女の子。あ、これあかんやつやと俺は確信した。いやぁ、お盆くらいには、もうこの時点で俺は汗だらだら。でも厚着をしているのに汗一つかいていない女の子は、帰ってください。と冷たく俺に言い放った。思い返せば、初対面なのにおかしな会話をしている二人。俺は、帰りますね、と言って自分のアパートに全速力で脱出して逃げた。後ろにはもうその子の姿はなかった。そういったことがあって、高校の時も似たようなことがあったなと思ってすれ立てた。前回は奇妙なお姉さんに出会った後に震災があったが、今回は普通に頭の弱い女の子に絡まれただけだと思う。そう信じたい。そういう霊感っぽいことはいつもはないの。幽霊は一度も見たことない。霊感も全くない。それに奇妙な女たちは、少女って感じがしたし。根拠はないけど。それ、九段じゃねえ。九段は、古くから日本各地で知られる妖怪。九段、の文字通り、半人半竜の姿をした怪物として知られている。幕末頃に最も広まった伝承では、牛から生まれ、人間の言葉を話すとされている。生まれて数日で死ぬが、その間に作物の豊穣や流行病、干ばつ、戦争など重大なことに関して様々な予言をし、それは間違いなく起こる、とされている。ググってきた。災害を予知する妖怪か。確かに女だったけど、顔は牛じゃなく普通の女性だったよ。震災の前後に九段を見たって話、結構あるよ。マジで東京やばいかもしれないな。震災経験者として、水の備蓄や避難ルートの確認はやっておいて損はないとだけ言いたい。津波が来るようならともかく高台に逃げる。財布や通帳を置いていても、自分の命を優先してほしい。それだけは伝えたい。もし本当に九段を見たのなら、多くの人に伝えた方がいい。今度は何か変わるかもな。九段かどうかは置いといて、一致に対して何らかの思いを伝えたい存在がいるんだろうな。備えあれば憂いなしとの言葉通り、準備は怠るべからずってことだな。